初めての就職活動なら DYM 就職、履歴書作成から面接対策までマンツーマンで手厚くサポートいたします。詳しくは概要欄をご覧ください。せっかくだったら狩り行きたいなと思って狩り連れてってって言ったんですけど、行きたいって言ったらダメって言われて、であいつら弓と槍で狩りするんですよ。槍投げで勝ったら連れてって、ね、私が勝ったら連れてって、そんな勝てる自信あったんや。一応学生時代槍投げの選手ゲテモノ系のこれはもう食べれへんしやめときたいなっていう料理は、アザラシの腹の中に鳥を入れて放置しとく食べ物があって、とりあえず死体の中に鳥が入って、ちょっと見たい見たい日本と違って驚いたことはもうないやろうけど、何が驚くんだろう。例えばもうないんだよ、ね、何もかも普通になって。どの国が日本と一番かけ離れてました。絶対カットされるから痛くない。いいよカットしなくていいよ、さっきからカットを気にしてるけど全部流せたわ、大丈夫よ、このチャンネル大丈夫。人間も食べるってことね。中国ではね、タイ人のなんかスープにして飲むとか。ああ、あるんで、幼児のこのなんかね、うん、この錠剤にするとか。実際食べてるところを。鶏肉みたいな。食べますか。あれは食べてないの。生きた猿をさ、カットして、あ、飲みそですでしょ。頭、生きたまま、口割って飲みそ。知らないの。すごい。みんな食べてるみたいに言うな。生きた猿やった。回ってるやつの真ん中にこう縛られて手足を切って頭を切って生きたまま、殺しちゃったら味が落ちるから、でカパって外してそれを取ってみたいな、エビの踊り食いしてるみたいな。でも一緒なお産さんだよですよね、うん、ってなるやん。頭取った時点で死ぬ。知らない、生きてる生きてる。やっぱ脳みそすごいな。食べてる間もまだ、食べてる間もまだ生きてるの。手足とか動いてるの。ずっと泣いてて、うわーすごいわ。その国と私戦争するわ、もう許せない。本当にそれだけはもう無理、わからない。お猿さんを助けたい。美味しいですね。だけどその罪悪感というか痛まなかった。でもその時はすごい私のことを歓迎してくださって、まあそういうことですね。その文化、高級料理みたいなね。高級って言うもんね。どこの国。へえ、どこら辺なの。北の方全部のね、中国ではないみたいな。そこだけのね、多分特殊な文化やけどあんねん。人を食うっていうのは何。カニマリズムはもう全然アフリカの方ですけど、ちゃんとカニマリズムとは言われてなくて、私がある日村に行ったんですよ。すごい歓迎してくださったんですけど、食べるものがあんまりなかった、別にいらないって言ったんです。村長がすごいよくしてくださって、で夜鶏肉だって言ってご飯が出てきたんですよ。鶏肉なのかわかんないものが、次の日に村長に会ったら村長の左手がなかったんですよ。からえ、痛っ、なんか痛い。痛くはない。違う、痛かった方が村長の霊が。でも鶏肉みたいな味だった。ささみのパサパサした。すごい。え、そうやって聞いたんですか。ちょっと聞かなかった。怖いよね。その国自分の手を。多分絶対そうだと思うんですよ。確かにカニバリズムっていうのは昔アフリカであったんやけども、やっぱどうも病気がすごい蔓延するっていうので、いろいろ調べるとやっぱり人間っていうか、どの動物もそうやけど、自分と同じ種類を食べると狂牛病なんかもそうやったんやな。牛の餌に牛の一部を入れとったから脳みそがスカスカになる狂牛病ってなるんやけど、人間の場合はヤコブ病っていうのにすごくなる割合が高いから、だんだん一応禁止というか、その自分が死んでまうからっていうのが分かってダメになる。ちなみにそのカニバリズムの対象は子供と女性を食べるっていう。そうなんだ、勉強になります。さすが黒い箱。あ、これは私の知識です。私だから。カニバリズムは面白いよ、いろいろ調べてみて。え、死について一回いろいろ考えて、私腸臓が一番エグかったかも。腸臓、そうそうってなる。そういう場所、祭壇みたいのを作って亡くなりになった方をそこに置くと、ハゲタカとかが鳥の火葬とか土葬、上層鳥で、それが世界の摂理なのかなって思うぐらい、森さんが食べに来て帰って、
多分それがまたフンとかでこう多分ね、どんどん回っていくんだろうなっていう循環してるというか、はぁあれはやってない、すごい技術みたいなの飲まされて、あやわしか、そうそう、あれやってるやん今、あやわしか、あ今は分かんないけど、昔はいろいろやってましたけど、やってた、自分の人生についてそれを飲むと悟るの、あれはすごかった。みんなすごいというか本当にすごい。すごい南米だったら発祥だと思うんです。あやわしか飲み物がすごい。どういうあれなんですか。まあ、飲むといろいろ人によって違うと思いますけど、なんか本当にフラッシュバックするってこの本当に私の場合はもう事細かくにもう歩き始めた時ぐらいの、人生においてこれってこのためにあったんやっていうのに改めて気づけるらしいんですよ。入ってるんだろう、まあ、薬物よ、幻覚じゃないけどそういうことですもんね、あれ、そう、それで自分の人生振り返って、はい、どうなった、その後旅を続けました、何に気づいた、その時すごい恨んでた人とか、まあ、友達と喧嘩したりとか、まあ、いろいろあったりとかするじゃないですか、それこそ会社の関係とか、私のためにいろいろ言ってくれてたんだとか、まあ、小さなことか大きなことまでいろいろ気づけたり、本当に自分を振り返ったりはすごいしました、生きる意味とか見つけた、生きる意味を探すためにやっぱりまだ生きてて、命を大切にっていうかね、その後にまさか死にそうな人と出会うようになって、その人たちと一緒に旅をしたりとか、そこから競争になるんですけど、まあ、そういう活動を通して、ちょっと競争だってるんですか、いろいろ出てきすぎなんだよな、何の競争、まあ、自分の宗教をいろいろじゃあ語ってあげるんだ、語ったりもそうなんですけど、まあ、いろんな国旅してるといろんなものもらったり、地図みたいなやつとか、はい、十字架とかファティマの手とかいろんなものをいただくことがあって、全部つけてたんですよ、あ、そしたら本当にいろんな宗教をつけてるじゃないですか、そのあやわしからやった後に、あなたは何者なの、そんないろんな宗教のよくわかんないものをつけて、私は無宗教ですって、無宗教でそれをいろいろ説明してたんです、日本はよろずの神様がいて、まあ、全部に神様がいるみたいな、その話をしてて、だから私は全部の宗教をつけてるんだよって話をしたら、あなたが神様だみたいな、だからいろんな宗教をたどれば全部同じところにつながる真理があって、それぞれの見方が違うんだよっていうことを説いたんだ、サイババと同じ手法、あ、ここからこうどん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 人が集まってゾロ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 しながらそれを旅をしてて、現代版ブッダみたいなね、よ一番死に近づいたのはどんな時でした、もう死ぬなって思ったの、やっぱマラリア、日本か、日本、会社、あ、だから本当に自分で死のうと思った時がもう一番の、77カ国いろいろ回った結果、一番危なかったのは日本だったんだ、無知というか閉じ込められた胃の中の帰る状態が一番危ない状況やったと、うまいことまとめたな、日本に帰ってくるじゃないですか、一番最初に食べたものってますか、私日本に帰って成田空港で3日間捕まってたんですけど、まあ4年間帰ってたよ、その時にヤバい国ばっかりこう確かにね、パスポート3冊目だったんですけど、すごいな、その時日本語を忘れてて、日本語がすごいたどたどしくて、で向こうでパスポートを盗んで日本人だって言って入国してくる人が結構、なるほどね、でもう格好も顔も色も全部黒いから、はいはい、お前は本当に本物なのかみたいな、日本語もわからねえやつが確かに、そんな感じでそういろんな人に電話とかかけて、どこ出身、静岡です、静岡、はい、パスポートを盗んだ外国人からかかってきて、日本語もわかってないですね、そう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 、すごい大変でしたね、今までだ携帯番号って覚えてないじゃないですか、友達のやつとか、だから最初小学校に名分けて検索してもらって、ああ、何々紹介やってたって、そっから、まあ、いろんな人の電話番号とかを立て立てて3日間ぐらい拘束されて、どうやって、まあ、なんとか日本人ですねって分かって解放されたって誰か迎えに来てくれた、一応迎えに来てくれました、誰、親、友達親じゃなかったね、友達はその時どんな反応やった、胸あったらね、ちょっと変わるしね、一番最初に食べたやつはワンちゃんカツ丼なんじゃないかな、ケンユーショから出た、まだこれからも旅は続けるつもり、はい、人生は旅なので、あら、そう、日本に今帰ってきてどれぐらいだろうか分からないですけど、日本に帰ってきて今5年ぐらい、5年ぐらい、ちょっとじゃあコロナ前ぐらい、そうですね、日本に帰ってきてからどういう生活の、日本に帰ってきて
まあ、それこそ無人島生活とかしながら、やっぱそういうのやりたくなるんだ。まあ、それこそなんか日本もヒッチハイクでプラプラしたりとか。でもそこからさ、はい、やっぱさ、リボンがプラダで、ここのリボンがディオールでさ、あんたそれどういう状態靴だってプラダよ。全部プラダで。もうダメよ、物乞いとは言えないよ。プラダは日本ではもらえないって言ってたから、ね、日本人もそんなにね、稼げないから。そうですよ。何してんの？その当時のなんか持ち込んだだろう。違法なものが。そういうのじゃないですか。タレントさんってことか。あ、それもやりながら SNS 活動とか。そう、まあ、そう、そう。SNS ほとんどやってない。何系の仕事？最近はひたすら右行ったり左行ったりする数字をフラ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 見てます。 FX やってるけど株とかね、株とかね。今大変でしょ、あんた。昨日、一昨日から大変な演出。めちゃくちゃ儲かってます。逆にね、ずっとね、一日たりとも下がることなく。もう今もなんか見たくて見たくてしょうがない世界を知ってますからね。確かに。目標とかですか、今後の人生の目標とか。ワールドドミネーションですかね。何言ってんの。何か悪い。改正制服して何したい。もう制服というか、宗教をなくしたい。あー、宗教の垣根をなくしたい。同じ宗教、違う宗教でもちゃんと理解し合えばみんな仲良くできるってことが私の小さな世界で分かったので。なるほどな。いがみ合いをなくしたいってことですね。宗教はないである。喧嘩とかや。うちのお母さんがさ、もともと宗教を信じててんけど、キリスト教の。最近お母さん好きにハマってんの、自分の好きにね。俺もハマってんねんけど、お母さんはお母さんの好きにハマってて、お父さんの出願じゃないけどあるんやんか、はい、でそこにキリスト教的にはろうそくを置くみたいな。でそれで実家帰ったし、ろうそくパーってつけたりとか、後ろからお母さんがブラス、まあそれやってもいいけど、それ嘘意味ない。ある時、うちのダルメシアンと戯れてる時に、大勢も一緒になろうねみたいなこと言ったら、お母さんが料理してたところから、ブラス、犬、魂ない。小さなエネルギーが入ってるだけ。ちょっとそういう感じかなって。ちょっと宗教なくすっていう。そういうことかも。仲良くしよう。みんな仲良くなりたい。仲良くしていこうよ。だから世界平和ですね。ピースですよ。でもね、あのピースになると目がない国があってね。そうね。ピースにならないように頑張ってる人たちもいっぱいいるんですよ。そしたらもうさ、あれじゃない？火星とかでさ、どっかってやればいいんじゃない？そういう場所って。ねえ、まあ綱引きでもやってさ、そこでなんかやればいいと思うんだよね。綱引きじゃダメ、ちゃんと弾薬使う。静岡ではそれやってるのよ。静岡でそれやってる。その県境でこう、あ、なんかどんどんちょっと寄ってくんだよね。勝ったらちょっと領土が増えるみたいな。増えるよね。平和じゃん、ピースじゃん。限界を超えたら殺し合いになるんじゃない？もうこれ以上は許せない。ほとんど喋ってないけど。いいよいいよ、もうこれ以上大変。もう、はい、ということでした。皆様、真似しないこと。でも死にたくなったらインドに行ってもいいと思うよ。いいかもしれないです。本当に違う世界を見るのはすごいいいからね。本当に大事かも。多分、運が良かった。というか、そこもあるよね。危ない目に遭わなかった。普通は死んでると思うね、この体験はね。インドに行くのはいいけど、ね、ちゃんとお金をしっかり持った上で周りを見たほうがいい。でもこうやって皆さんに今日お会いできてるのは、私が生きていたから。ありがとうございます。今日そこからとか、まあでも誰でも言えないよ。誰でも言えることを。以上です。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。